いや、なんか高木は想像できないな、そういうチームにいるの。ハモさん、キーボードの音今日もやばいですよ。石叩いてますよ。それはでも、でもこうやって話してるときは聞こえないでしょ、こうやって。やばい、やばいです、やばいです。やばい、やばい。みんな言いにくそうだから、代わりに俺が言ったんですけど。やばい。やばいです。リモートナイトやばいかもしれない。普通かと思ってた。え、やばいでしょ、みんな。いや、ちなみにあの、タモさんのこのキーボードの リザードといい勝負ぐらいです。あの、建築するときの音、リザードと同じぐらいです。まあまあ、でも確かに今、うん、あれなんですよね。なんかタモさんの音でけえな、下げようって思ってましたもん。そういうことだって、キーボードの音がうるさいからだ。そういうことか。クセクランのアイコンみたいなやつももうお別れか。あの、なんかよくわかんねえ、よくわかんねえ男の子。やべえな、みたいな。山本亮じゃない、俺手とか言うんだけど亮だ。あ、そう、山本。え、まず何から行くんですか。いや、まずどうしよう、とりあえず解散します動画にする。解散します動画、まずじゃあロビーみんな集合してもらって全員見える形で、うん、都内のあれしたところ残ってないんですか。残ってるよ。確かに。あ、そこで行っちゃいましょう。そこいいよ。サイリオン。じゃあみんなちょっと懐かしのスキンでいこう。懐かしのスキン、なんだろう。うちコノヤのサイリオンめっちゃおもろい。まさかコノヤ。まあいいよ、心の中にね、コノヤ入れといて。卒業だし。あ、確かにね。あ、コノヤ置いとく、なんかコノヤっぽい。コノヤ作るか。コノヤゴミでかくしときましょう。コノヤめっちゃでかくしましょう、これ。うわ見てこれ。いや、これで。いや、これで。長すぎやろ。これ。いやいやいや。ゲームのバグみたいな。買ってる、タモさんも。おめえも買ったんかい、それ、おい。これかっこいいですよね。これいいよな。いいですよね。これ800円だったし。いや、さっきです。タモさん、今日遅れたじゃないですか。絶対、今書いてるなと思ってたんですよ。何してたんすか。あの、近所のおばあちゃん死にそうだったから、病院まで連れてってあげた。理由が下手やん。何がわからんもん。嘘がつけない人いた。絶対いいやつやん。いや、まあ、それが嘘だったとしても、本当だったとしてもいいやつやしな。俺昨日からマジで腹の調子悪すぎて。いや、普通にあのトイレ、あの高木と一緒っていうね。でも、いや、なんか俺も高木と一緒なのはちょっと嫌だから、あの、普通に5分遅れると。言ったっていう。どういうことで？うんちシンクロしたじゃないですか。うんクロしたじゃないですか。うんクロはめっちゃ汚いな、お前。タモさんもお腹弱いですからね。お腹弱いな、マジで。俺ここ1週間ずっとうんこしてますよ、マジで。いやいや、それ普通だろ、お前。いや、しかも下痢ですよ、下痢。下痢ですよ、下痢。うわ、それはやばい。そんな普通のうんこ1週間したら別に報告なんてしませんよ。いや、もう一層だから。お前、そういうことだよ。お前、そういうやつ。お前、行かれてるからするよ、全然。本当に解散でよかった。そんなこと言われるな。え、なんかさ、このつくねのやつさ、なんかそういう紙を挟む場所みたいになっちゃった。ほんとだ。こういうの。そういうのあるな。これってあれですか、録画してます？ここも使われるんですか。え、ここ一応録画してる。まあ、使えるところは使う。まあまあまあね。まあなんかね、最後のね、オフシーン的な感じでね、やっぱりあの、俺らしっかり仲いいんだよっていうところを見せておかんと。いや、TS はマジで性格悪いから友達いないと思う。どうせ、クセクラも TS のせいで解散したんだ。やべえ。ちょっとこれはね、しっかりやった。いやー、クソガキが言いそうですわ。ハイグレのタモさんも暇になっちゃってるじゃないですか。これ見ました今。もうじゃあ今度ここのやつ作り終わったら、もうこいつが名前変えたらもうやりますか。うん、後ろの結果。あ、オッケー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 。そうしよう。それじゃあみんな並んでください。じゃあ最後の最後までそのスイッチの入れ方ですか。いつものやつね。本当それ大変なんですからね、それ。こっちが大変だと考えても。並んでねえし、みんな。並んでねえし。並ぶ？じゃあ、左から、高木、ペガサス、TS、1番ヌメもお耳、フカサンタで。あ、俺から見て左ね。ちょ、高木ちゃんとそっち行ってくれ。
あ、どういうことですか？俺、たまたま、あ、そこいいよ、これで、これで、あ、どうせ、やめろ、戻ってこい。フロリマイス、やめてくれ！早くしてくれ！はい。はい。ちょっと、高木くん、もう少しこっち来て。あ、はい。すいません。なんか、いじめられてるみたいになりましたけど。高木くん、臭い。マジいじめられてる人いる。こんな感じで状態。よくいる、よくある。じゃあ、お願いします。はい、ということで今回は、クソエクランついに解散ということで、ちょっと待って、このテンションまずいな。喜んでる、喜んでる、嬉しい。そんなハッピーなことなんですか、タモさんのこのテンション、このエクランはいつも通りはやめる、さすがに今日はこんなハッピーなことなんですか、タモさんのいいんですか、そんな感じじゃないですか。さすがにふざけてると思われるか。いや、いいんじゃないんですか。いいんじゃないですか。今、ゆえ、今ね。うん。今のところでカットしてもなんか、いいと思いますけど、ここカットして。ここら辺ももう使っちゃうもん。ああ、もう。はい、そういう感じで行きましょうよ。ということでね、冗談かと思われた方もいると思うんですけども、この度ね、約4年間ですね。4年間続けてきた、このクソガキクランをね、解散する、運びとなりました。ずっと反応に困ります。反応に困ります。TS だけなんとか頑張ってくるから。まず、去年の、何月か、ちょっと覚えてないんですけども、ハイグレタモーチャンネル一時期動画投稿が滞ってしまう時期がありました。ハイグレタモーチャンネルをいつも見てる人はなんでだろうって思ってた方もたくさんいると思うんですけど、その時に実は、編集者が10人ほどいたんですが、10人から、まあ、3人ぐらいに減ってしまいました。で、その減った理由は、まあ、雇った時期も結構同じで、まあ編集者それぞれが辞めるタイミングというかだったり、まあおのおの仕事が忙しかったりなど、まあ個人的な結構いろんな理由があるんですけども、その時にこのままクソガキクランの活動を続けるか、昔みたいに、ソロの活動に戻るかということを悩んでいました。で、その悩みを、クソガキクランメンバーに一度相談して、で、また、ちょっといろいろ再構築して、ソロの活動とクソエクランの活動両方を頑張っていこうと、継続しようっていう考えになったんですけど、やっぱり現状を見ると、ソロの活動とクソエクランの活動両方同じような熱量で継続するのが難しくて、今、また新しく編集者4人ほどいるんですが、そちらの編集者の教育だったりをしてる中で、どっちの活動も中途半端にならず、同じ熱量でやるのが、難しいなという考えになりました。で、再度メンバーと、その話をしたところ、メンバーからソロへの活動の後押しがあり、おのおの、まあそれぞれ個人のやりたい道に進もうという話になりました。やべえな、こういうのマジで苦手だな。まあでも大体大体伝わったんじゃないかな。ちょっと補足で字幕でなんとかしてみるわ。そうですね。ちょっとやべえ。はい、ということでね、結局ね、補足させていただくんですけど、去年の半ばぐらいかは確かそんぐらいだった気がするんですけど、その時にちょうどそろそろソロの活動も戻していきたいなっていうことを考えてました。で、その時にちょうど編集者が辞めるタイミングが来てしまって、で、人手不足になって一気に人が辞めたもんだから、本当にどうしようという感じになりました。で、多分見てる人の中にはまた編集者雇えばいいんじゃないのってね、思う方もいると思うんですけど、うちのチャンネルって編集者の人が一人育つのに大体まあ3ヶ月ぐらいはかかったりするんですよ。まあ3ヶ月といっても修正がほとんどなくなるまで3ヶ月ぐらいかかるってだけで、その3ヶ月までの間にまあ僕のチャンネルでは普通に出したりするんですけども、でもまあ、クソエクランの動画は特にエフェクトだったり、まあ、合成のアニメーションだったり、あとまあ字幕の動きだったりとか、その他まあカットとかまあ
いろいろなんかちょっとこだわりみたいなのがあって、それをまあ編集ちょっと経験あるにしろ、募集に応募してくる人はまあほとんど素人の人ばっかりなので、その人たちに教えるっていうのがかなり難しくて、で今やってる Apex の編集はそういうエフェクトとか合成のアニメーションだったりとかはないんですけど、基本のカットの部分がめちゃくちゃ難しくて、ほんと他にもいろいろ言ったら編集解説動画になってしまうんですけど、まあソロのそのクソエクランとは違ったその編集を教えながら、クソエクランの活動とそして編集の教育をまた一から新しい編集者に教え込むっていうのがかなり難しいなと思って、悩んだ末にまあメンバーに相談しました。でまた頑張ろうってなったんですけども、やっぱり現実的なことを考えた時に全てやるのは難しいなと感じました。僕のチャンネルって結構いろんなことが中途半端になることが多くて、まあそれは僕の責任でもあるんですけど、でももうそういうことはしたくなくて、で考えた時に解散した方がいいんじゃないかなという決断に至りました。でもメンバーとはここで関係が切れるわけではございません。おのおの力を持って余裕ができた時にまた一緒に活動したりするかもしれません。でもまた中途半端に期待させてしまうのも申し訳ないので、またクソエクランとして活動するのはないんじゃないかなと思います。動画は撮ることはあると思うんですけど、こう毎日のように動画が出せるっていう日はもう来ないんじゃないかなって思います。ということでちょっとしんみりしてしまったんですけども、まだまだ本編そして今後クソエクランの動画出続けるので、ご視聴どうぞ。だいぶ苦手っすねこれ。だいぶ苦手なんだよ。まさかこんな苦手だと思ってなかったけど。やばいね、こういう。だいぶ苦手だな。まあ言ってもさ、長く続けてきたことだし、ね、ファンもいたからさ、なんかね。確かに。なんだろう、なんて言えばいいか分かんなくなっちゃうんだよな、俺も。タモさんの頭皮から出てきた汗が首筋まで流れて、今、乳首まで流れてます、今。ちょ、今エアコンかけてんだけど、めっちゃ汗かいてんだけど、やばいんだけど。今乳首まで、乳首まで到達しましたね、今。ちょうど今。っていう、タモさんの今説明した理由で、まあ、そうですね。すべて真実ですね、これが。はい。そうですね。嘘はちょっとないですけど、いやいやいや、それある感じやお前、それある感じやお前。まあ解散というのはね、始まりです。俺思ったんですけど、まあクソエクランの、まあ俺のね一番のコンセプトが、なんだろう、それぞれの成長をエンタメとして見てもらうみたいな。俺はテレビ番組でいう大家族のビッグダディとか石田さんちみたいな感じをイメージしてクソエクラン頑張ってきたんですけども、これからねみんなまだおのおのね YouTube やると思います。もしかしたらガサンタくんは首を振っています。ガサンタくんはまあ本当に趣味程度になるかもしれないんですけど、まあ他のメンバーもねっていくと思います。個人個人のチャンネルでねその成長も見てもらえればね嬉しいです。クソエクラン解散するんですけど、まあ、定期的なこの2週に1度の活動がなくなっただけで、まあ、たまにね、まあ、みんなで集まって、最近どうしてんのみたいなね、話はね、またしようと思ってるんで、それまで皆さんね、おのおの頑張ってください。は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 い。で、こっからは今、あれですか、リスナーも見てあげてくださいって話しました。うん。お前何してた？やばー、ちょ、それも、あと大きな声で5回ぐらい言ってくださいよ。マジで世界で一番大事なんで。じゃあ、リスナーの皆さん、概要欄にそれぞれね、チャンネルあるので、チャンネル、いや、マジでマジで、全部ありますから。チャンネルとツイッター、そしてTikTok 全部貼っておくので、ぜひ、インスタも貼っておくので、マジで、TikTok も、Facebook も、Tinder も全部貼っておくの。ふわっちも、ふわっちも、ふわっちも、スペースも、スペースも、なんだっけ、なんだっけ、カサンタやってるやつ、なんだっけ、ペアズも、スプーンだ、スプーンも、スプーンも、全部貼っておきます。皆さんね、これからの皆さんのそれぞれ個人の活躍見てあげてください。はい、ということで、まあ、この後はもういつも通り使っていきましょうか。それぞれ最後の。いや、まあ、まずじゃあ、あの話しなくて大丈夫ですか？どの話？この後の、この動画が出た後に、っていう話あるじゃないですか。ああ、そうか、まあここでしといた方がいいな、確かに。あとこの後この動画でクソエクランの動画最後じゃないです。
今月はねこれ抜いて14本か13本ぐらい出ると思います。まあ、10本は出るかな。はい、はい、総集編だったり最後のクソエクランの企画の動画だったりたくさん出ると思うので皆さんねそれもぜひ見てください。最後ぐらい見てくれよ。最後ぐらい見てくれよ。最後ぐらいな。コーケーとしてくれ。最近イオリモエの切り抜きしか見てねえだろ。最後ぐらい見てくれ。久しぶりに来た人いるよな。熱くない動画見てくれよ。ちょっと性格悪いぞ見てくんなかったら。最後ぐらい。ここまで言っとく。最後ぐらいね。最後ぐらいね。で、まああと、うん、そうだね、今のクソエクランと過去のクソエクランをね見比べてもらったり。知ったらね俺は嬉しいです、ね、本当に。最後のこの目的に ね、クソエクランの本来の目的であった ね、 そうだね。4年というね4年の成長がどれだけね見えるかね。すごいですよ。俺もちょっと最近昔の動画見返したけどもう全然違うから本当に。はい、はい、ということでじゃあこの後スカッといきますか。はい、いきましょう。はい、レッツゴー。よし、はい、ということでじゃあまずはちょっとレギュラーメンバーからソエクランの一番の思い出をちょっとね話してもらいたいです。はいはい、一番の、いやなんかね、うん、なんか印象的な、ね、量が多すぎてね。例えば僕たちがどこかでライブをしたとかそういうなんか体育祭みたいな大きな話があれば言えるんですけどないじゃないですか。いやいやあるやん。愛知インパクトで呼ばれてもないのに勝手にステージに立ったっていう。それです。多分それです。あれそれです。あれの俺たちの気持ち分かってますか。よく分かってないっすからね。俺がこの、うん、映像のところにあの、うん、ハイグレットとかリザートが出てくるところに、うん、俺ら何もない証明がわかんないからあれって天野さんがご利用ししてすごいよあれ。いやあれすごかったっすよ。いや俺らマジで鬼緊張してる。緊張しますねこういうところ。でちゃんと裏にさパソコン用意してくれたんだよ3台分、うん、いやそうですね、うん、ありがたかったですね、うん、あれは。もうあれはでも歴史っすね、うん、完全に。いや完全に歴史だし俺のチャンネルで今再生されてる動画それだからね。そういうクラブのステージに立つ動画300万再生ぐらいいってる。なんであれなんすかね。いやみんな多分見返すんだと思うよ。愛知インパクトね。愛知インパクト、いやでもあれ思い出強いな確かに。あの愛知インパクトの一発ギャグやります。あのみんなジャガイモになる。お前やめろ。世界で一番滑ったコンビじゃん。お前それ。あのゲーだけは忘れようと思ってたのに、なんで最後の最後で思い出させんだよ。だってあれフォートナイトの歴史の中で多分日本の歴史の中で一番大きいイベントじゃない？オフラインイベントで。そうかもしれないですよ。あんな大規模なのはマジであれが初めてで、うん、もう最後かもしれん。コロナのせいだよね。コロナは今って最後の最後だなっていう。いやコロナなかったらさもっと多分俺ら会ってたよなそういうイベントで。いや間違いないですね、うん、イベントいっぱいあった気がする。悲しい。そう思うなんかそう思うと悲しいな。コロナやんけ。まあでもね、こ、う、れ、ん、もまた一興というかね。まあそれもまた思い出ですか。逆にコロナの時期にこんなに思い出作ったのと俺らぐらいじゃないですか。YouTuber 以外ないんじゃないですか。みんな多分家に引きこもってた時期だと思うんですよ。いやそうそうそうよね、うん、そう考えたらみんなが家の中にいてのんびりしてる間俺らいい経験をするんだ。もうこれいいです。素晴らしい。はい、素晴らしいね。この俺たちがリードしてる間にみんなは勉強して俺たちは差を広げられていくというね。やらしまってますよ。あーちょっともういいですよタモさん。あもう最後ですしいいですよ。もう最後。いや俺これ使うからもう、はい、これもらっててください。これいいのかいいのかお前最後卒業祝いですよ。最後じゃ押せんだよお前。俺さクソエッカルの動画で最後まで生き残ってるやつあるな本当に。確かに大体見捨てられてるから確かに。あるってあると思うけど大体限りなくないよ。限りなくないし基本びっくりした時えこれ最後って言われてみんななんか確かに。今日はじゃあさ最後にちょっと玉尾さんのとキャリーしますか。あーいいねいいね。そういうのいいね。最後ラスト玉尾さんになんか、ね、やってもらって花を持たせよ玉尾さんに。毎回ペガサスがさ、ガチャ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 バーンとか言ってさ、なんか一人で建築ガチャガチャキーボードガチャガチャやって敵を倒して終わるから、俺も楽しめてないんですよ、全然。だから。お前死んでるからだろ、お前。そうですよ。タモさんもですからね、それを言うと。いや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 、お前はちょっと上手くなきゃよ、クソエクランのレギュラー。いやいやいや、タモさん、それ言ったら対象なんてなおさらじゃないですか。まあ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 、まあそうかもな。
まあそんな感じでクソエクランやってきたんですけど、私のもう一つの思い出、クソエクランが初めて会った時ですよ。あのシエルのおじさんに新幹線とか宿泊費とか出してもらってね、メンバーのそうそうそう、ご好意であれで会ったことによってなんかこう壁がなくなった感もあったし、この後のその後会った時もなんか割とスムーズに対応できたというか、スムーズな感じに、まあなんかこうリアルであってもいけるようになったから、 あれは大事な、確かに確かに大事な歴史の一つであり、あ、ね、大事な過程でしたよね、あれは。あ、会うっていうのは。あ、そこの動画もすごいですよね。2、3番目ぐらいじゃないですか。あの高木がペガサスにペロペロしようとしてるやつね。あとですよね、あとなんだろうな、あとあれか、韓国人プロとのエンドゾーンみたいなやつが多分だいぶ伸びてるんだ。あれね、メリューサとかがいた頃の、メリューサとかとマッチングした時かな、なんかあれあれとかもめちゃくちゃ伸びたりするから、エンドゾーン、まあ、エンドゾーンかな、そう、うん、クラスの、うん、懐かしい、懐かしいな、そういうのも。結構昔はなんかアジア1位がみたいなのもあったもんね、うん、なんかみんな言ってんの結構最近っすけど、俺的にはタモさんに初めてこの3人で呼ばれた時がマジで懐かしいですけどね、一番。あのドラムガンの動画覚えてます？あー、懐かしいね。あの動画やばくないですか？俺あの時本当に嬉しくて、あのさ、あの最後ぐらいさ、俺のこと守るとか言ってたけど、二人どこ行ってたの？玉尾さんが早いんだって。ひどすぎる。玉尾さんが一人で行ってるのがやっぱないんですよ。いや、ペガサスがここにいたから一緒に。すいません、すいません。すいません、行きます、じゃあ。逆にそれで言えば、俺はあのグラップラー使ってあの 1V なんとかクラッチして、クラッチした動画あるじゃないですか、覚えてます？え、小学生の最パッド最強、そうそうそう、最強の小学生がみたいな、あれね、あれ TS の伝説の動画。そう、あの動画が、あの動画きっかけ、あ、でもあの動画がなかったら、結構変わったと思うんですよ。なんか、まず、クソヤックランの、まあ、最初の方の伸びた動画の一つもあるし、あ、確かにね。ワンチャン、あのワンチャン俺レギュラーじゃなかったんじゃないか説もある。確かに。あれがなかったんだろうね。TS 実は、そのなんか最初あんまり喋んないっていう、そう、最初全然そんな喋る感じじゃなかったもんな。そうっすね、なんか特徴がなかったもんな、 TS は。俺なんかすげーこと言う、超無固定みたいな。目の前ですげーこと言う。最後めちゃくちゃ尖りますね、タモさん。そういう感じだったんで、あれは俺にとっての大事なターニングポイント、一番ターニング動画だったのね。いや、確かに確かに、ランニングビデオでしたね。結構あれもね、伸びてなんか、そうな、反響がね、一番多かった最初の。いや、みんなよかったらそういう動画を見てください。多分概要欄に貼れるぐらいには、俺持ってきますよ、もし見つからなかったら。ああ、ありがとうありがとう。え、高木も見てほしいな。なんか、いや、俺はアイチインパクトですけどね。ああ、俺でもあれだわ、俺は結構ファニコンでタモさんに呼ばれた時が一番嬉しかったっすよ。全然もうクソエクラン関係ないやお前。でもあれが始まりじゃないですか。まあそうだね、クソエクランをあの作るきっかけっすね。何このガキおもろみたいな感じになって、マジでこいつがいなかったら俺らがその動画でレギュラーメンバーになるとかいうチャンスすら生まれなかったわけですから、ね、お前ら今さ、ちょっと価値のある不登校になれてるのは俺のおかげだからな、全部。そうだね、ほんと感謝しろよ。ありがとう、そこはね、ありがとう、うん、とありがとう言えるとこかもしれない。いや、でもすごいですね、今そう思えば、なんかなんていうんですかね、なんかそのいいことっていうか、思い出を語っていくと、なんか、ここがなかったら今やってなかったんだなっていうことが多くて、すげえなと思います、ね。そしたらさ、ペガサスはあれだよな、レイジのあの大会よな、あ、優勝したそうだよ。そうだ、あれだよ、あれでなんかたくさんペガサス呼ぼうってなったんだよ俺。そう、俺あんまり喋れないから。そう喋んなかったからね、最初ペガサスも。結構そうやって冷静に考えると奇跡というか、ね、偶然に偶然重なって、俺の 1V 何度かクラッチだって割と結構ギリギリだったっすから、あそこで負けてたら多分また運命勝つかもしれないし、ペガスのレイジビクロイもあれがなかったら運命勝つかもしれないし、結構奇跡重なってる。すごいな。そうだよ。てか PS はさ、マジであん時逃してたらもう呼ばれなかったんじゃないの？そうよね。だからマジでいろんな奇跡がね、重なってね、重なって訪れたわけですよ。でもクソエクランの初めてのそのフォートナイト1本目の動画出たのは実は TS なんだよな。
そうなの、そう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 、実は参加型で TS が入ってきてて、なんかなんだろう、メンバーを決める参加型みたいな、まあ言ってはなかったけど、レギュラーメンバー決めるみたいな。レギュラーメンバー決める参加型だったんですかあれって。そう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 、俺は面白いやつを DM で募集したじゃん、あの PS4 の。はいはい、そうそう、そっからあの送ってきたやつ片っ端からやるみたいな感じでやってて、その一個の動画で、まあ、TS が出てるっていう実は。いいな、俺でさ知らなくて。ああ、だって俺がさ TS にさ、おい壁張れ壁張れって俺が TS にフォートナイトの指示してる。いや、4年前の俺に聞いたら絶対玉尾さんに対してブチ切れてますよ俺、4年前の俺。いや懐かしいですわ。あったか、懐かしいですね。なんかマネージャーとか深さんとかなんかレギュラーメンバーに対してなんか思い出ありますか。もう逆に言うと高木とかペガサスはなんだかんだオフで絡んでたんで俺は。ああ、はい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 、まあ、そういう思い出っていう意味では結構あるんですけど、うん、TS はマジでないっすね。確かに確かに、そうそうですね、俺もなんかそれギャル気よし、かけてペガサス、かけてないないないかけてーかけてーかけてーダマさんが死んじゃう、ダマさんが死んじゃう。かけて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 、俺の上に敵がいます。ちょっとダマさん、あの起こしに行くんで、あの頑張ってください。あの死んでも起こしに行ってください。その先にダマさんモサ一人います。モサ了解。オッケー、よし、なんとかナイス逃げす。あの、はい、あれあるんで、着器具あるんで。ミニスク、なんか、なんか思い出ありますか。で、あの、諸君思い出、なんだろうなって今考えたんですけど、ねえか、ねえよな、そうだよ。あの、なんだかんだ言ってね、もペガサスとウォフとかで絡むことがめっちゃ多くなったなっていう印象があります。あ、多くなった。そう、しかもめっちゃ最近なんですよ、それ。ああ、めっちゃ絡むようになって、ペガサスと、私 TS ともなんか、あ、なんかおるやんみたいな、通話いるじゃんみたいな感じで通話話すようになって、で、高木とはなんかでも遊ばんね。昔はなんか LINE とか送ってたんでしょ。ああ、まあ、してでも俺今でさえも別にそんな深サンタとかでもずっと遊ぶってわけじゃないから。ああ、誰と遊んでんの。いや結構ノーラスカットとかやるけどね。違うんだよ。もう根っから陰キャなんすよ高木は。誰でもいいやそんな。いや、まあでも誘われたら全然、なんかその聞こえ悪くないですか、その、うん、まあ誘われたらね。え、てかそれこそ活動だったら、でもあるはなんかそのなんていうの、恋愛系の話とか、これからの君たちを送る何々みたいな系多かったじゃないですか。でも恋愛先生みたいなのは聞いてもらってて、なんかめっちゃ盛り上がったなっていう。あーね、確かにヌメモンと言ったらそれだな、俺の中では。恋愛系ね。恋愛とかなんか、まあそういう女の子経験豊富のあったら、それは語弊があるんですけど、経験豊富の経験豊富でやりまくってるね、ヌメモンの大事な大事な大事な授業。ありがたいね、そう、ありがたいお言葉をね。でもさ、それ間違いだって意味ないですよ。え、そうなの。はい、一応プロゲーマー副業でやらせてもらってるんで。いつから。え、お耳は、お耳なんか活動でもいいし。え、でもなんか最初の辺マネージャー候補が4人だったじゃないですか。ああね、うん、4人だった時に高木がめっちゃピータロに近かったんですよ。えっ、確かにね、高木ね、マネージャーをガチで選別し始めて、いやこいつはこうこうこうだと思うし、やっぱヌメモンとお耳で、いや俺お耳が一番そういうのは恥ずかしいから言わないでほしかったんだけど。お耳だったんだね、好きなの。それ聞いたことあるかも、高木がお耳をしてたみたいなの。あ、そうなんだ。そう、聞いたことあるわ。スベクラに入れたのは俺のおかげみたいな。え、そう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 。俺はキモすぎだろ、マジで。キモやんけ。タマさん、いつの間に、うん、最後まで死ぬんですよね。タマさん大丈夫、俺も、うん、お前もいつの間に死んでんだよ、本当に。俺はどちらかというと、あのお耳の反対派でしたけどね。いや、これ絶対でもおかしいよ。いや、でも鼻がち間違ってなかったもんね。反対派だったんですけど、結局高木だと、タマさんも当時めちゃくちゃ、いや、お耳めっちゃいいじゃん。ああね、言ってた言ってた。そう、そうなんだ。そうっすよ。めっちゃいいやん。当時な。だから、まあ、スエクランとしてはね、あの、女の子してる女の子は入れたくなかったから。はい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 。だから、お耳いいじゃん、みたいな。いいじゃん。俺とタモさんが結構押してましたよね。初シリーズ。めっちゃ嬉しいとか言うんでしょ、どうせ。
めっちゃ嬉しい。そういうのもありましたね。でも割と結構すぐヌメモンお耳に決まった気がするけどね、あの時。いろんな理由があってね。ああ、そうだね。なんか、うん、マジでいろいろありましたね。ああ、そうだね。話せないようなことも。話せないことも、マネージャー選手とか。ああ、なるほどね。最終的にはまあ落ち着いた。そうだね。落ち着いてっていう。そうですね。落ち着かなければよかったなって。本当にお耳に関して落ち着かなければよかったなって。もう少し落ち着いて考えるべきだった。俺たちが落ち着くべきだった。まあでもね、お耳ね、結構ね、ツイッターのマネージャー的な業務みたいなのは結構ね、真面目にね。確かに。だから結構単純作業、やる気はあるタイプだと思うんですよ。あだから単純作業はめっちゃ多分得意っていうか。工場の袋詰めみたいな。難しいことはちょっとあれ。工場の人だったら多分ね、あの、マジで日本最強の女になると思うんですけど。今回人間考察とかいう企画ですかこれ。みたいなのがあったんで、うん、まあ、オミはね、最終的にはまあ、影響を及ぼしてくれましたね、スタッフくらい。さすがにな。まあ、オミはこれから、あの、ネイリストをやるのか、YouTuber やる。もうね、ネイル系 YouTuber やろうよ。ちょっとお前、喋んなくていいから本気で勝ってくれ。ああ、ふぐくん。もう、少しずつ本気で勝ってくれ。そうだね、それもあったね。経験豊富じゃないですか、ヌメモンって。だから、たまおチャンネルクイズみたいなのやったじゃん。あの時で一番答えられた、ヌメモンが。確かに確かに。うん、ああ。てか、前に、もうそもそもフォトナが好きだったから、結構競技とかも見てたし、っていうのも自信あったから、誰よりも。競技関係とか、アリケンさんとかそこら辺の。最後の友達がこんなに頑張ってんのに。みんな勝てなくていいんですか残り2人です。頑張って。なんか何回も見たポーズ。なんかやばくないか。もうスクワットはねえ、レベル高すぎですよね。レベル高すぎ、ね、ちょっとマジで勝って。ペガサス本当に綺麗にさ、今頑張って、今頑張ってる、うん、頑張って。いや俺喋れない全然。いやもういいよ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 。うちらがお前キーボードが喋ってるよお前は。まあこの時に 1v1 だぜお前。 1v1 おっと、おいけるぞ。俺はまあ勝てるでしょ。あら、あらららららら、アーマードウォール展開。アーマードウォール。お前まずい。アーマードウォール展開しろ。お前、ああ、やばい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 、アーマードウォールね。いいね、アーマードウォール。おべえ。もうお前あれ HP10 だよ。ごめんねこんな死んでるザコが。お。おお。やばす、危なすぎで草。お前持ちすぎやろアーマードウォール。え、どういうことやねんこれ。なんでそんないっぱいある。え？ナイス？いいよ。手形大丈夫よ。出るぞ。これで負けたらマジでどうしようかな。どうしてくれようかな。お前一人でクソガキからもう一年やれ。あおお。うわあ。出ました。危ねえ。おめえうめえなやつだ。思い出した、なんかペガサスが初めてスクワットで20何キロした時、23キロだっけ、分かんないけど。思い出しましたね本当に。エモい気分になれたわ。エモい気分なれました。うん、じゃあ次はマネージャー諸君入ってみましょう。マネージャーとフカサンタ。マネージャー、まあ、マネージャーだからフカサンタもほとんど。クラン入るときどんな感じのなんか役割で入りましたっけ。最高顧問みたいな。最高顧問。ヒカキンさんだからウーム。言うたら一番偉いよ。フカサンタは高木と一番仲いいんかな。そうですね。そうですね。よく通話してますね。強制的に通話させられることが多かった気もするけど。あれあれなんだそれは。最後の最後でチームランブルってなかなかですね。いや、まあね。悪くないと思いますけどね。悪くないです。あれマネージャーと会ったのはもう大阪が初めてだっけ。みんなそうかな。え、でもね。そうか。その後結構会ってんだもん、ね。高木とペガサスはなんか割と何回か会ってるんですよ。でも TS となんか2回かな。ほぼ使ってないからほぼ1回。もう2回目はもうマジ一瞬だったから。2回目そうじゃん。あの2回目ね、4秒でどっか行った。え、そう、4秒。マジで写真撮ればよかったって思った。動画回せばよかったって思った。ね、2回目どこで会ったの。大阪で会った。大阪の時に。アリケンサバのね、なんかでしょ。あ、そうです、そうです。なんか大人メンバーでフグ屋さんで集まってたんですよ。でそこでなんか大人だけなんだけど、なんか挨拶しにアリケンサバの子供たちが来てくれて、ボブくんとかリズアートとか。へえー。みんな来てみたいな。そんな感じだったんだ。なあ。
俺が入れない話するのやめてくれね。いやいや、俺も入れねえ、ダメです。じゃあ俺とタモさんしかわからない話しましょう。マネージャーでもなんかほんと最近入った感じがするんだよな。え、でもえ、ほんとにそう、なんか1年前とか、うん、そんな感じはしない。見ていたクソエクランと入ってみて一緒にやったクソエクランなんか違った？いや、ギャップはもうほぼない。マネージャー業務をもっとすると思ってたっていう。あ、それはある。ああ。完全に裏方だと思ってたから、正直。うん、なんだかんだ言ってこっちのね、って良かったなって思うけど、最終的には。いや、そうでしょう。いや、もう最初から動画出す気満々で募集してたからな。はめられましたね、ちょっと。あれ、でも募集の時言ってなかったっけ、これ辺は。言ってないですよ。マネージャーを募集する。ああ。たまさんのその時動画でなんかスケジュール管理とかみたいな言ってたの覚えてる。あ、そう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 、一応ね。でも結局スケジュール管理してるたまおさんだしと思って。業務的なのは、あれだよ、大阪でいろいろチケットとかやってくれて、ね、でかかった。あれはでかかった。あれはね、マジで感謝したよ。あれはね、めんどくさかったね。あれはだいぶめんどくさかったと思う。いろいろ決まらんし、なんかこだわりあったり。そうそう、うん、一人一人がプライド持ってやってるんだよ。プロフィールの方であれば。あれてほしい。てかもう、てかもう、ああいうのってやるって言わない方がいいってのはずっと前から分かってるから俺らは。何も誰かがやんなきゃいけないけどな。そう。まあそうなった時はタモさんが動くからそれを待ってるっていうのが。そうだよな。すげえだね俺たちは。結局そうだよね。そういうオチ。いやー懐かしいな。そう考えたら。懐かしい。でもやっぱ大阪オフ会が一番思い出ですね。なんか、ね、あでもまあ一個心残りあるのは、なんかそのバーボンとなんかオフ。イベントあるみたいな あったじゃないですか。そうだね、あれできなかったよね。なんかオフイベントだ。だからバーボンと一緒になんかオフラインイベントやろうよみたいな話がさ、一時期あったじゃん。あったっけ？あった？え、あったあった。急に消えるんだ。今日じゃ不安定すぎる。まあ、バーボンも解散するしさ、ね、なんか感慨深いですね、そこらは。まあ、やっぱりね、思うのは、やっぱね、グループ系って大変なこと多いっすね。なんか、俺みたいな、マイペースな人間は、ガチの社会不適合者みたいな人間は、人に合わせて活動することが結構ね、大変だし、難しい。すごく難しいんで、どのグループも割と結構、あ、解散したね、みたいなのって何年かしてあるんですよ。だから、まあ結構俺らは、俺みたいなゴミ人間がいて、よく4年間続いたなって感じする。いや、そのゴミ人間いるかつガキだからね。言っとくけど。ガキでゴミ人間。いや、すごいからね、これ。言っとくけど。続くっていう。これも今だから言うけど、よく玉尾はガキを使って数字稼いでとかめっちゃ言われてきたんだけど、はおめえやってみろやって。めちゃくちゃ見て。めちゃくちゃ見て。タモさん、これまでの2時間で一番元気です、今。今までで一番元気です。本当にね。本当にね、大変でした。本当に最初の方。本当に。てか、そもそもね、クソエックランさ、今になってはまあ数字もついたけどさ、最初さ、別に全然だったからね。うん、そっから、だんだんまあ、フォートナイト界隈の中でも見てもらえるようになったし、すごいことですよ、これは。本当に。いや、本当にすごい。だいぶ快挙だと思いますよ。いや、だいぶ快挙だし、だって他になんかちゃんとグループで、この年齢でやってるみたいにいないと思うから。そうじゃないですか。グループ系はね、もう結構なくなってきてますからね、大人の。いやー、でも仲悪くなった感じで終わんなくてよかったよ、本当に。なんか本当にやめるかと思ってた、誰か。いや、だから俺はもう一番高木だよ。高木がなんかもうやらかしてもうもう俺はレギュラーメンツ誰か一人でもやめたらもう終わりにしようと思ってたから。そうやっか、そうだよ。俺らは俺とペガス喋ったんですけど、高木が辞めたら俺らも潮時だなって思ったんですよ。あ、そうなんだ。高木ってやっぱおもろい、こいつおもろいやつじゃないですか。こいつがいなかったら、なんかみんなが割となんかこうバランス型な気がするんですよね。なんで誰かがいなくなったら結局あんまもうなくなるから、もうそうなったら俺らも辞めようぜって話なんですよ。この話が出たのがなんかあのドッキリあったじゃないですか、抜けるドッキリみたいな、はい、なんかやらかしちゃって。なんか言うことないのかよ、メンバーに。いや本当にマジで本当に申し訳ないしか言えないです、本当に。でもなんか大変なタクスエクアン、本当にいいのかな。いい、なんか一人も抜けてほしくない。もうじゃあいいよ、歌うよ。
夜に浮かんでいた。ちょっと、タモさんマジきついっすよ、これ。普通に俺やってて、メンタル来るんすけど。で俺これメンタル来るんすけど、普通にこれ。あ、ペガサスが泣いたやつね。あ、ペガサス。え、俺泣いたの？え、じゃなかったっけ？なんか、泣きそう。え、俺嫌だよ、みたいな。あれ、それコナヤじゃね？違うか。コナヤだと思う。あれ？コナヤだね。だから、セラス系には回らないってくれ。お願い。確かコナヤ。違う、わかんない。あんま覚えてねえから、わかんない。いや、俺泣いたことないと思うけど。絶対に泣いたことにしたくない、ペガサスロード。いやいや、ほんとに。俺泣いたことないけど。泣いたことないんやって、俺は。小学生の一番の。男の涙はかっこいい時があるぞ、ペガサス。時に。時にな。いや、そう考えたら、すごいですよ、ここまで。よくやってきましたね、ほんとに。続きましたね。まあ、ちょうど良かったんじゃないかなと思いますよ。まあまあまあね。いつか終わりますから。そうですね、まあ、いつか。ならでやってもいつか終わるし、で、別に、なーなーでやり続けるよりかは、やめて、お互いがまたでかくなったり、うん、なんか宣伝できる環境になった時に、またやるってのも全然できないじゃないんで。そういうわけなんですよ。全然ね、俺はプラスに思って、こう考えてるというか。うん。そういうこと、本当に。だから、もっとスマップ同士が集まるみたいな感じよね、もうイメージ。そうなんや。スマップはさすがに俺らじゃ大きくしすぎっすよ、だもん。チーギューなのは忘れないでほしいな、タモさんには。最後まで。俺たちはちゃんとチーギューなのは本当に。心にちょっと止めておいてほしいな。いやー、ね。いや、頑張ってほしいわ。こっから。こっからそうだね。こっから。こっからの人生なんで、割と。いや、そうやん、ほんとに。だから、ここでね、なんかこういう、まあ、例えば、まあ、レギュラーメンツはもう、この年齢でこういう別れをね、経験できるのはいいことっすよ、ほんとに。まあ、本来だと学校で経験するところをここで経験していく、ね。そうですね、あ、そうですね。まあ、卒業式っていうものがあるんですけども、ここで、ね、代わりに。僕たちにはないんです。まあ、でもね、4年間って小学校ぐらいじゃないですか。小学校のめっちゃ仲いい一面みたいなレベルだと思うんですよね。それをまあ、小学校まではまあ、大体行ってるじゃないですか。まあ、唯一はね、行ってない方一人だけ、はい、いるんですけど。あれ、いますね。あれなんかいるんですけども、そう。話入れないようにしようぜ、こいつだけは。入れねえよ。出会いと別れがある、うん、あります、本当に。そうです。出会いと別れがあります。出会いはありません。TS、お前今の4年間で一番面白かったよ。俺が4年間。クソつまんなかったよ。いろいろありましたわ、本当に。いろいろありました。いや、マジで今、ったですね、今、マジで4年間で一番みんなが好きです、俺。今気持ち悪い。急にそんなことになっちゃった？なっちゃいました。お耳に告白してみる、ちょっと。試しに。え、でも最初から告白してみたらやりませんでした。逆に2年間関わってこいつに告白しようと思いますか？逆にね。逆にしようね。まあでも、ね、まあ、毎週高井が通話にいるっていう環境だと、こいつと喋ることいちいちなんか腹立つなと思ってたけど、なんか今はそんな、そんな感じしねえわ。いや、お前さ、自分だけが思ってるように言ってるけど、俺もだからな、それ。マジで俺も、マジで俺も。そこの喧嘩はなくなりますね、これから。なんか、こいつと毎週似たような会話をして似たような喧嘩をする、なんか近すぎるのも良くないってことですよね。ああ、なるほどね。それを正直証明してると思う。ある程度距離は必要だと。うん、あ、終わっちゃった。終わっちゃった。あ、飛んできたやん、これ。逆に。真ん中のみたいな終わり方や。20、敵28キルで俺20キルしてるって。どういうことやる？俺26キル。もう俺ら32。35。強すぎだ。強っ。っていうことでね。いや、っていうことでね、クソエクラのね、フォートナイトの動画は、まだあるわ。まだあるんですけど、まあ、いつものスクワットは、これが最後です。次いつスクワットするかはもう、本当はわかんない。また久しぶりに会ってやるかもしれない。半年後、1年後、わからないんですけど。40年後ぐらいにみんながガチ吹けて、ウェブカメラつけてやってみてよ。60歳なんだけど。60歳の。お酒飲めるよ。確かに酒飲めるようになってから、お迎えしたいね。高木か。高木か。12月？俺だよ。多分。チースじゃない？俺3月30日だから、23だから、俺まだ15歳なんですよ。おっそ！お前一番年下なのに一番生きんな。はい。ということで、この動画の後もね、まだまだ動画出ると思うので、皆さん見てください。本当にこの4年間、このクソエクランの動画を見てくれてありがとう！どうしよう。よっしゃ！よっしゃ！